主役はモビルスーツだから、まずは操縦をきちんとマスターしてね。モビルスーツには3つのカテゴリーがあるから、有利な相手と不利な相手を見極めるのが大事。自分の役割が明確になるしね。戦いの主役はモビルスーツだから、まずは操縦をきちんとマスターしてね。モビルスーツには3つのカテゴリーがあるから、戦いの主役はモビルスーツだから、モビルスーツをきちんとマスターしてね。モビルスーツには3つのカテゴリーがあるから、有利な相手と不利な相手を見極めるのが大事。自分の役割が明確になるしね。